衆院は、祖官戦争期の諏訪の抗雨の武将で、大芝に任じられた。かつて抗雨に、猛将の一人であった、英夫が、官軍の劉邦のもとに派生参じており、漢王の劉邦のいとこである、劉下と共に、祖軍包囲網を完成させるべく、江東の諏訪へ深くまで侵入していた。一方、祖官戦争の本戦である、劉邦陣営の官軍と高陣営の祖軍の戦いは、 高竹山での祖官僚軍による消耗戦の結果、和睦が成立していた。しかし、流邦陣営は孔羽率いる祖軍が、兵糧不足で疲弊している今こそが後羽を倒して、天下を平定する後期であるため和睦の名役を保護にして、祖軍を追撃すべきという幕僚の長僚と陳兵の進言を受け入れた流邦陣営が追撃を開始していた。その追撃戦において、 竜鳳陣営では、大将軍を務め、北方の才を平定して、竜鳳陣営に組み込んだ関心と敬洋、及び高竹山での睨み合いで功を率いる蘇軍の広報格乱を担当した方越に、功吾討伐を呼びかけていた。その時に、その奥深くまで侵入していた、前述の英夫と竜家によって説得され、蘇軍の大芝を務めていた、衆院は功を裏切り、 流邦陣営に倶り替えした。その結果、外貨の戦いで、流邦陣営が作り上げた、皇羽包囲網が形成された。それによって、当時最強軍団だった皇羽率いる蘇軍は、四面楚歌の浮き目に会い、皇羽は、わずかな手勢とともに、外貨から逃亡し、さらに皇羽を追撃した官軍に追い詰められた皇羽は、右功で、自らの首を跳ねて自害し、 足掛け5年の及んだ、疎官戦争が終結した。ありがとうございます。